ああ FEC チューンド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 。どうも森光です。大河です。二人合わせて金ピラコボーです。よろしくお願いします。やっぱりね、沖縄はですね、最近までお盆だったと思うんですけども、うん、お盆ってあの各地域とか家庭によってやり方が違ったりするらしいですね。あ、そうなんだ。そうらしいですよ、うん、あの森光なんかお家はどんな感じでやるの？あ、僕なんかね、あの、うん、家に仏壇がないんで、はいはい、あのウークイとかあの親戚の家に行くんだけど、あのまずね、あの親戚の家に着いたら、あの線香を燃やして手を合わせね。はいはい、大体のお家はまあそうしますよね。ああ、でその後その線香に向かって唾吐く。え、なんで？だって線香って燃えてるから火事になったらやばいさ。いや、それでもおかしいでしょ。あ、で、あ、その後みんなであの食事するんだけど、あのまずあのウサンデ、あの俺ウサンデの料理が好きだからそれ食べるわけよ。確かにウサンデの料理俺も好きだな、美味しいもんね。ね、あのビーフストロガノフ、ビーフストロガノフ、あのピロシキとかボンゴレとかも美味しいよね。待て待てやよ、お前なんか、いや、なんでや、仏壇にこんなロシア料理ばっかり並べてるば。で一段落したら、あの内カビ燃やすんだけど、うん、あのまずはあのボウルにあの酒と水入れますね。はい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 。で、あのその後内カビ燃やして、で火事にならないように唾吐く。いや、唾吐くなよ。で、あの最後外に向かってこう手合わせてね、先祖を送り出しながら唾吐く。いいえ、先祖の周りだけチュンペイ降水確率 100% か。もうええわ。どうもありがとうございました。キラキラ光るお空の星よ。お星様ラジオ FM ギドワン FEC チューンド金曜日金ピラごぼうの金金ピラピラお星様ラジオ61回目の放送となっております。はい、自己紹介しましょうか。僕たちはですね、沖縄にありますお笑い団体演芸集団 FEC でお笑い芸人やっています、金ピラごぼうの金城大河と富川森光です。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。生放送で FM ギドワンからお送りしております。はい、はい、先週ね、続き生放送でお届けしておりますよ。はい、はい、今週はですね、うん、共通のオープニング漫才のテーマが、はい、お盆旧盆ということで ね、うん、沖縄はこの旧暦のを結構元にして行事だったりって行われることが多いんですけども、はい、いつになるのか、3、4、5であったのかな。で地域によっては6日まで、うん、はい、あるところもあったりするらしいんですけどね。だからその旧、運慶、ね、中日でウークイで送る日なんかは、はいはい、まあ、県内の小学校、小中、高校もかな、わからないですけど、うん、5日、9月5日お休みだったみたいですよ。あ、そうみたいですね。うん、お休みもあって、うん、まあお家によるけどね、そのなんか、お家に、そうそう、はいはい、お家にその仏壇があるご家庭の人は、うん、まあ、そこにね、なんか親戚の方が集まってやりますし、うんうん、僕なんかはね、はいはい、なんか最近このお墓の大元がもうあの本土の方に移りました、ね。そうなんだ。だから本土形式でやるっつって。ああ、はいはいはい。まあ、どこでやったのそれは。それがかもう結構前に、だからもう、うん、あのお墓はもう本土の方に移りますよっていうそういう儀式もあったから、うん、沖縄ではやらない。うん、じゃあ本土まで行ったの。うん、だから 本土で。ができないから、あっちの方法で、はいはいはい、あっちでちゃんとやりますよ。あ、じゃあ親戚で集まったりとかしなかったんだ。そういう、うん、そうそう。俺なんかは旧盆はないですね。そうなんだ。うん、まあでもそういう人もいますよね。そうそうそうですね。俺なんか今回あの昼にやりましたね。ああ、まあ日にあるんじゃないですか。お昼に早くない？だって1時ぐらいに集合して、うん、もう3時ぐらいには先祖送り出してましたからね。いや、だからあるでしょ、なんだろう、那覇空港に行って、うん、ちょっと時間の飛ぶ飛行機飛ぶまでの時間はあるけども、うん、早めにちょっとこの後予定があるから朝のうちにバイバイしとこうねみたいなイメージでしょ。あ、そういうことね。そうそうそう、はいはい、時間はやっぱり夜の8時とか9時とかに飛行機飛ぶけど、うんうんうん、もうなんかあのみんなやっぱそれぞれ平日だし、うん、お仕事もあるから、うん、一応バイバイしとこうかみたいな、朝とかお昼ぐらいにバイバイしとこうねっていう、うん、
形だと思いますよまあそれはそれでね、まあそれもあります。そこでちゃんとこう親戚がやっぱ久々に顔合わせして、なんかおじさんたちとかおばさんたちとか、ね、おいこめいっこに会ってさ、はいはい、大きくなったねとかっていうやり取りもあるからいいんじゃないですか。そうですね、ご飯も美味しいですし、僕はあのなんといってもかまぼこがいいですね。あー、かまぼこと昆布が美味しいですよね、はいはい、昆布でも寿司が美味しいかな、うん、もう寿司なんて言ったらもう、うん、もう 98% もう他どっかで作ってるいや、ウサンデも食べましたけどね、ウサンデ美味しいです、うん、あれさ、はい、あのやるさ、このなんかウトウトしてやって、なんかその、うん、まあ、長男か誰かがその美味しいかおばあかがなんかこう、うん、重箱から一個ずつこう出すさね、はいはい、あー俺なんかそこまでやらない、一個ずつなんかこの、うん、そのなんだろう、その料理を、うん、なんか出し、なんか出しますよね、一個ずつ出してって、はいはいはい、でまたなんかウッド落としてそれをなんか内壁燃やした後に、うん、その上に置いていってみたいな、はいはいはい、待ってあれ最初誰かやったんかないやそれは最初の人はもうなのまあね、そのなんかこう、うん、なんかでもそういう流れがあったんでしょうね。だって本当に内壁とかってないですよね、なんかそういうお金をみたいな、うん、はいはい、もしかしたらだから中国とかから来てるのかもね。あーなるほどね、うう中国文化のね、うん、なるほど、豚に、うん、なんか燃やそうぜっていやドラゴンボールみたいな燃やそうぜみたいな感じにだったんかな、だってね、うん、燃やすのってちょっと楽しい、うん、なんかだからその燃やしてってなんかちょっとこのね、うん、上に上がってって感じがしますもんね、はいはい、そのね、あ確かそうだね、うん、内カビもなんか最近は進化してて、はいはい、まあよくあるのがこの黄色のね、はい、あの色紙に、うん、あのまあなんだろう、この何トイレットペーパーみたいな紙に表現よやあの、うん、なんだっけ、えロール式にってこと、内カビが、いや違う、そういうなんか紙になんか普通のあるさ、うん、なんかこのあのコイン銭のマークがパパパパパパパ、うん、はいはい、内カビ模様があるさね、うん、あれではなくて、うん、なんか本当に、うん、あの1万円さながらのプリントされてる紙、そうそうそう、ちゃんと大きさも同じぐらいで、なんか本当になんかあの愚僧銀行みたいなすごいな、愚僧銀行の解決ぞろいとかに出てきそうだ、ちゃんと内カビ、これは内カビですってこう印刷されてて、だからそれを燃やしたら内カビ代わりになるみたいなこと、それは内カビではないと思うけどねいやだからそれは内カビとしてなんかもう売ってるらしくて、なんか最新の内カビ事情ですけど、あっちからしても、わあ診察来たみたいな使えないけどもあのあれじゃないと使えないけれども、うん、とかね、なるほど、面白いですね、あるみたいですよ、はい、まあそんな内カビ話もそうですし、皆様の、身の回りで起こった出来事なんかもね、ぜひメールだったりツイキャス等でコメントいただければなと思います。お願いします、はい、メールアドレスが797@fmginowan.com797@fmginowan.com までお待ちしておりますよ。ツイキャス、ユーストリーム、サイマルラジオ、そしてリスンラジオ等でも同時配信しておりますので、そちらの方からもご視聴、ご覧ください。お願いいたします。お願いします。はい、コメント来ておりますね。ツイキャスもありがとうございます。マーヤさん、タイガーさん、はい、森光さん、こんばんは。こんばんは、ありがとうございます。シュプリームさんも来ておりますよ。なるほど、シュプリームさん、今晩の金城くんの T シャツはキャラ系ではなくシックだねと。金城、僕の近所をね金城って、呼ぶあたりがいいですね。まずは3点あげましょう。家庭方式なんだ、ね、そうそう、僕の T シャツはこれは、うん、あの星野源さんのライブに去年行きまして、うん、そこのライブ T シャツなんですけど、はいはい、いいですよね、このイエローボヤージっていう、そうそうそう、うん、あの星野源が今以上にグッと来る前ぐらいにちょうど来ました。あの3っていうことがあります、はいはい、あれがちょうど流行っててぐらいの時に行ってね、すごかったな。盛り上がってましたか。いやもう盛り上がってるところか、もうあんなのは二度とできないんだそんなにな。だってもうチケット取りがたいでしょ、もう。あ、はい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 、近々またなんか大阪かどっか埼玉スーパーアリーナでライブがあるらしいんですけども、その時は取れたんだ普通に。そうそう、その時はまだからもうちょうどグンって来始めぐらいの、伸び始めてぐらいでギリ取れはしたんだけど、はいはいはい、もう今はどんななんだろうな、好きな人もいるだろうし、うん、ね、あの星野源さんが扮するなんかあの偽アキラっつって、あの偽アキラさんがいる、はい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 、君はバラより美しいとか、はいはいはい、なんかあの人に扮してなんかその君はバラより美しいとか歌ったんだけど、あれとかもめっちゃ面白いわけよ、なんか歌もうまいしね、歌もうまいしね、
弾き語りとかもするわけですよ、うん、なんか一人で他の楽器使わないんですよ、自分が弾いてる楽器だけでこうあのしっとりと歌も歌うし。あれって楽曲は自分、うん、楽曲も自分で作ってるの？楽曲も自分で作ってるんじゃないかな、大元は自分で作って、あと編曲とか、まあ、誰かあれやってると思いますけど、すぐまず演奏がすごい上手だね、やっぱ。あーそうな、演奏もできるんだ。演奏が上手。元はだってもともとはあのサケロックって言ってね、うん、何名かで一緒にこの演奏専門のやってたけど、そうなんだ、なんかやっぱりその楽曲がもう星の弦って感じするよね、うん、どれ聞いても。あなんか個性があるというか、まあ、この人しか、あもうこの曲はもう星の弦だって分からない曲でも分かるじゃないですか、はいはい、弦さんのはね。そうそうそう、弦さんって弦さん、いや源さんです。源さんってもう ファンの人、江戸時代の人みたいな呼び方するんだ。源さんですよ、ウォーターボーイズにも出てましたからね。そうなんだ。そうですそうです、ウォーター水役でなんか水役ってどういうこと何役でですかいやあのちゃんとあのこの水泳の、おおそうなんだ、ギター弾いてる子がいて、源さんだった。だから演技も上手さね。はいはいはい、コントとかもやりますもんね、うん、源さんのライブの T シャツでございましたが、まあまあいろいろお話ししていきたいと思いますので、はいはい、こちらから1時間よろしくお願いいたします。お願いします。はい、それではじゃあ一旦 CM 行きましょうかね。はい、CM です、どうぞ。ツイキャス配信しておりますけれども、あれ尾崎さんがいなくなってるな。あれ今ね、うん、あのマネージャーの、うん、はい、マネージャーが尾崎さんがスタジオに届け物をしに来てくれてるんですけど、まあちょっとゲストでも尾崎さん、もしかしたらさ、ワイン取りに来たんじゃない？あ、じゃあワイン忘れましたね。しかもワインはあれでしょ、中田猫さんに渡すでしょ。前回ほら、あの放送が、うん、あそっかなかったから。あ、尾崎さんいなくなってますね。そう、中田猫さん今日あの聞けないらしくてメッセージ入ってました。あ、そうなんですね。メールは、はい、じゃあ中田猫さんはメールを後でお読みいたしますね。10秒前です。5秒前。ヒデノブです。ラジオ名言います。きんぴらごぼうのきんきんぴらぴらお星さまラジオ。FM ギノワン FEC チューンド金曜日、キンピラごぼうのキンキンピラピラお星様ラジオ、生放送でお送りしておりますよ。はい、はい、さっきまでギャラリーの方にね、はい、僕なんかの事務所、お笑いの事務所のマネージャーの尾崎さんが見えてたんですけどもね、はい、消えちゃいましたね、うん、帰ったんかな帰ったはないんじゃないですか。いや、なんかうちなんか事務所にほら、うん、あの、はいはい、ボエク炎症先生、はい、あの民謡歌手の炎症先生が、はい、こうなんか歌を何曲か歌ってるんですけども、はいはいはい、からさ炎症節とか、うん、いろいろあるんですけど、なんかそれのアルバムをリリースするらしくて、でそのアルバムもなんかその内地の本土のなんかそのレコード会社さんから、はい、ぜひとも五百さんでアルバムを作らせてくれ ってお話があって、うん、なんかこう今作るに当たっ至ってて、はいはい、なんかそれのデモ CD が完成した。あ、尾崎さんが今あの、うん、トイレから出てきましたね。あ、そうなんだ、はい、あ、じゃあ尾崎さん、尾崎さんじゃあぜひとも持ってきてもらいたいと思います。デモ CD を、はい、持ってきていただいて、で、ね、皆さんに五百先生、はい、だから今はなんか言うiTunes とか、はい、音楽配信サイトで3曲ぐらいしか配信しないらしいんですけど、はい、いや尾崎さん待ってくださいよ、ちょっと説明を待ってください。いや説明ちょっと待ってください尾崎さん、まずじゃあ森道ちょっと、はい、僕が寄りましょうかね。違う違う違う、尾崎さん真ん中に。違う本当にごめん、ごめん、ごめん。いや違うんですよ尾崎さん、だって俺たちだって五百先生のそのあれも分からないですし、まず伝えていただかないと。その前に、はい、はい、お前がいるんだっていうところが、いやそこはちゃんと、あの僕たちが説明しますから、それをまずマイクの前とりあえず、違う映りたくない、はい、じゃあこっち座ってもらって、あ、じゃあツイキャスに映らないので、あの声だけ声は、はい、声だけ説明、とりあえず説明を、はい、をちょっとお願いしていいですか。はい、いやいやいや、なってないですよ。何ですか、どれにファーのファーのファーのファーそうじゃなくて、発音をそうじゃなくて、もう本当にちょっと隅っこなんだけど、はい、尾崎さん、はい、あのヘッドホンもつけてもらって、あ、どれが繋がってる、手前のやつてか、いや本当に喋るの、はい、俺違う、喋るつもりじゃないよ、はい、もう今もう入ってますから、入ってますから、もう押せ押せ、もう入ってますから、もうすでに違う
だということで、はい、本日のゲスト、うちなんか FEC オフィスのマネージャー、尾崎雄一さんです。おはようございます。どうも、パートタイムマネージャーの尾崎です。そうなんですよ、はい、尾崎さんね、なん先月よ8月にはですね、もう、はい、FEC をちょっと退職されまして、はいはい、まあ、なんか、まあ、地元がね、うん、名古屋県出身のマネージャーさ ん, んですけど、うんうん、名古屋市で、名古屋市で、名古屋市か、名古屋市、名古屋市、愛知県名古屋市ですね、はい、名古屋に帰ると、はいはい、まあ、すぐじゃないですよ ね、すぐ帰らないから、はい、じゃあちょっとお手伝いをしてくれということで、そうなんですよ、今月で、今年度までですね、はい、ちげえよ、そんな契約じゃないから、来年の3月いっぱいまで FEC でパートタイムです。あ、よくば再来年度までみたいな。そしたらなんでパートになったんだ、バタンして普通に仕事しろって、まあ、尾崎さん、なんか俺、はい、今日そのゴエクエーショー先生のなんか、はい、アルバム、そうそうそう、もうあれはもうがっつりです、サンプルです。完成版ではなくて、まあ、白版っていう形で、うん、はいはいはい、ちょっと関係者の皆様に、はい、お渡ししてぜひ勝ててもらえたらなみたいな形で、はい、10月にですね、はいはい、あ、そう、こっち今スプリームさんからもコメントがありまして、はい、10月1日に東京日比谷、え、何これ、日比谷の音のステージに、そうですね、日比谷の野音だったら、野音ステージ、あ、野音、はい、の方に出演ということもありますけれども、はい、これでもあれ、そうね、一応僕もでも詳細はわからないよ、まだ俺たちも追いついてなさすぎて、いやいや、詳しくはですね、そのやっぱレベル担当の人、ね、あ、そう、レベル、はいはい、はい、マネージャーにね、いろいろと聞いてもらってるので、今日は尾崎さんが持ってきてくれるということで、そうそうそう、はい、で一応何曲入ってるんですか、これがね、うん、はい、僕も見てみてびっくりしたんですけど、なんと13曲、はいはい、13トラックが入ってる。いつそんなに曲作ったんですか。いや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 、これはだからさ、今尾崎さんの曲数の紹介の仕方、はい、ただ13っていうんじゃなくて、これがね、僕も聞いてびっくりしたんですけども、違う、なんと13曲もあるんですよ。そんなに言ってないから10回戦は分かるから、10も貯めてたしね、10何なのかなって聞かせると、13曲。いやいや、びっくりミスターだって。そうですよね。もう五百先生ね、その阪神限定投与この三曲出したけどさ、難しい言葉も使いました。13曲入りだからね、はい。確かに。これはじゃあ今13曲入った白版、うん。あ、まあまあそのね、まあいわゆる、はい、分かりやすく言ったらサンプル版みたいな感じだけれども、はいはい、そこから実際のその CD のアルバム、はい、制作っていう形で製品になっていくと思うんで。なるほど、すごいですよ。だって収録曲13曲いっぱいあります、はいはい、やっぱり金沢栄翔節とか、ね、はいはい、すごい。だって3番目に金沢コーヒー節って、五役先生コーヒーが好きで、そうですよ、ね、金沢コーヒー節、五役栄翔フューチャリング前川主権ってすごいな、すごいな、コラボレーションしてるの、どういうこと、フューチャリングの人が勝ちすぎじゃない、すげえな。それはもう五役先生であればね、ああ、そうですね、それぐらい行くんですね、うん、です。僕が気になったのが、レモンケーキ節みたいなのかった、レモンケーキ節ありますね。6番目にね。どういうことよ。いやいや、もう節にすな。いやいや、レモンケーキを節にすな。まあね、13曲トラックはあるんだけれども、はい、まあ、中がどんなになってるのか、まあいろいろと仕掛けがどうもあるようなので、僕もちゃんとはね、あ、そうなんですね、お楽しみになるとは思うんですけれども、はい、はいはい、これは、はい、おすすめは、はい、11曲目、タイガー11曲目なんて書いてあるの、11曲目ですは、これは五役音頭、そうですね、五役音頭というのが一つのおすすめっていう話は聞いてもらって、いいんじゃないですか。だって今の時期、もうこれからはなんか納涼の時期になって、はいはい、お盆だったりとか、そうだね、そうそうそう、に、まあ、もちろんね、どれもおすすめではあるんだけど、はいはい、そんなのもいいんじゃないですか。13曲目、金沢栄翔節、くがにリミックス、これもすごい。くがにリミックスじゃちゃんとね、金沢栄翔節シングル版は入ってはいるんで、ね、はい、確かに、はい、ちょっと今なんかバックで、あ、そうですね、せっかくなので、まあ、この後もきちんと流しはしますけど、そうだね、バックどころではないかもしれないんで、そうですね、曲一応2つ紹介する時間がありますので、はいはいはい、そこでいいんですか、早速、はい、回転させてもらって、じゃあ今ちょっと早速ですが聞いてもらいましょうか、がっつり。まあでも一番いいのは金沢栄翔節聞いてもらった方がいいんですかね。あ、まあそれはもう意外とせっかくなので、だからね、金沢栄翔節はリリースしてないものを、そうだね、はい、いい、だってもう本当にまだ発売もされてないってことで、別に流してもいいんですよね。あ、それははい、うちのレベル担当の方から、はい、流してもらって大丈夫と、いいみたいです、はい、
ツイキャスにも載せていいですか？載せていいですか？おーっと、ツイキャスとの違いがよく分かってます。ツイキャスは多分ダメじゃないですか。あれツイキャスはも残るものなので。ああそうなんだ。じゃあとりあえずごめんなさい、ちょっと本放送だけ、じゃあラジオだけで今流して、ツイキャスには、はい、僕なんかの感想と、また尾崎さんの感想もまあ聞ければ、はい、そうです。まなのでね、しっかりこう耳の方はラジオの方も来ていただいてね、はいはい、ツイキャスはツイキャスで画面とコメント楽しんでいただくと。すごいな、もうラジオも乗っ取られちゃったよ。パーソナリティ感出して。俺早く出たいんだよここ俺すごい。じゃあレモンケーキ節聞いてもらいましょうか。あ、そっち行くんだ、はい、そうですね。じゃあ6トラック6番目ですね。あ、何がいいです。お、尾崎さんのおすすめがあれば。いやでもやっぱそれだったら11曲目あーね、5エク音頭。そうか、そうそうそう、はい、じゃあ1回流して11番目いいですか。そうですね、はい、じゃあそれでは、じゃあラジオ聴いてる方には聴いていただきましょう。はい、五エク栄翔大全、アルバムより、五エク音頭です。どうぞ。さあ今ツイキャスのね、ツイキャスご覧の方申し訳ないです。ユーストリームもご覧の方申し訳ないですが、今その五エク栄翔さんが、これはもう10月18日、はい、おー、ワインレコードさんより発売されるアルバム、はい、ボエクエーション大全の中から、はい、トラック11番目ですね。ボエクワインレコードだった、ワインレコードって書いてあります。はい、より発売と書いておりますね。大丈夫です。ちょっと違ったような気がする。見せてもらえない。違うかもしれない。分からん分からん。あってそうだな。もしかしたら発売元とその制作をしてくださってる会社が別かもしれないですね。いやこれはまあぜひそうですけど、はい、違う、 P バインレコード、 P って書いてある P バイン、あ、なるほど、 P バインレコードあげます。はい、ですね。 P バインレコード、これあの裏面もこれまあチラシぐらいやだけど、はい、今これ2つ折りにしてるけど両面印刷されてるから、はい、裏は裏でね。なるほど、裏は裏で、なかなか、なんかその味のある名だたる著名人の方からコメントいただいております。そんな、いや、まあ、あの前川主健さんもそうですけど、玉木みつるさんですね、とか、あの井ノ原徹さんとかプロデューサーされている方、あ、TBS テレビの佐古さんからも、おそらくね、尾崎さんからも、違う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 、もう僕の方もいるでしょ。俺の方じゃなくてね、著名な方、お、これあの元、ね、はい、ロッテとか、はい、ニューヨークメッツ、小宮山悟さんですね。すげえ、はい、なんで小宮山さんからメッセージいただけたのかって、どういう、何とつながりですか。いやいや、それはやっぱ五駅先生です。あ、なるほどね。やっぱりもう、シーマンバックでもね、軽快な音が流れてますけれども、はい、前川主健さんだってコメントに、五駅栄翔とはもう40年代ぐらいの付き合いになってしまう。いやいやいや。ここまでしていただけるとありがたいですね。もうそこはやっぱりね、こう五駅先生のお力にもう皆さんがこういろいろとコメントしてくださってるって言ってたので、今僕なんかもね耳元で、はい、五駅音頭が流れてるんですけど、ね、流れてますよ。いいですね、こうね、軽快でリズムだからね、リズムで、こうやっぱり尾崎さん、まあ、県外出身じゃないですか、うん、でももうこうそういう内側のそういったエーサーとか好きなんですか。エーサー、うん、でもそうだね、やっぱり沖縄に来て、はいはい、だからこの間も旧盆があったさ、はいはいはい、あんなでこう道連とかでね、こう用意してるのとか見ると、ああ旧盆の時期なんだなって思えるようになったのはすごいねっていう。一人でなんか内壁とか家で燃やしてる。それはないですよ。やべえやつだもんうちに仏壇ないから、ね、一人暮らしだしですね。あれです、名古屋の方々は、はい、そういう、あ、確かに、お、うん、なんていうんですか、旧盆っていうか、うちは旧盆じゃない、まあ、多分基本的にその新盆、いわゆる普通のお盆さんのお盆、うちの盆はいつ頃なんですか。8月の13、14、15とかの辺じゃない。ああ、でもすでに終わってるのか、うん、大体あの時期が、うん、よく NHK の内地ニュースとかでほら帰省ラッシュとか出る、はい、渋滞ラッシュとか、お盆で帰省の50キロ渋滞してます、はい、ああ、そういうことですねあの時期だよね。何をやるんですか、この内地のお盆、確かに、なんかご飯とかどんな風に食べたりするのか、うちの方はでもあんまりなかったけど、まあ、お墓参りは行ったかも。ああ、お墓に行くんですね。お墓参り行って、はいはいはい、まあ、お墓掃除して、はい、まあまあ、あ、まあ、それもそうですけど、それよりもその地元に帰ってきてみたいなっていうことが強いんですかね。じゃないかな、その時期になったら。はいはいはい。じゃあどっちかというとこっちでいうシーミーみたいななのかな、感じなのかな。お盆の時期とかは自分が母方の実家の方に行ってたから、あ、名古屋の方は父方のね、ところだからさ、なるほど、
なんで俺こんな個人情報ばらしてるの。まずいんじゃないこれ。いやいや大丈夫大丈夫です。っていうかだからもういいかな。あいやツイキャスの方からコメント来てますね。あそうですかありがとうございます。ありがとうございます。やられてる。小崎さんってでひろきさん、はい、あの前までミキサーやつやられてるひろきさんから。ひろきさん。ひろきさんも今立派なリスナーさん。ハードリスナーなんですよ。それはありがたい。ありがたいですけど。あ小崎さんだ。びっくりマークも2つ立ててますから。すいませんね、なんかお邪魔してまして、もう一刻も早く僕ここ立ち去りたいんですよ。マヤさんが、尾崎さん映ってって、あやっぱり見たい人もいるんですよね、尾崎さんも。位置が変わってるさ。あそうですね、はい、知らなくて。位置が変わってるんですよ。全然気づかなかったから内装がね、カメラの位置とかマイクの位置が変わる。ギャラリー映りやしっていう感じで。あいやいやいや。さっき多分ちょこっと映ったからね、多分。ちょっと。確かに。でもあれはレア、レアですよ。レアじゃなくてさ。ミュウツーぐらいレアめっちゃレアやし例えがすることなんてどうだろう。いや僕なんかも初期しか分からないから俺はでもよく5キングで話したよ。いや違う知らないですよ。そう、ね、もういいですか。ダメですか。俺まだここにいた方がいいのかな。いや、いやいやもう少し、もう少し5秒前ぜひ、はい、あれ流れ星流れてるな。あ、いた！頭に当たっちゃった！きんぴらごぼうのきんきんぴらぴら王子様ラジオ FM ギノワン FEC チューンド金曜日きんぴらごぼうのきんきんぴらぴら王子様ラジオ生放送でお届けしております。本日はゲストで、うちなんか FEC オフィスのマネージャー尾崎さんにも来ていただいております、はい、よろしくお願いいたします。ゲストってわけじゃなくて持ってきただけだし、はい、なんならさっきのノブノブちょっと俺グッときたよ。ヒノブさんですね。あもうヒノブさんは今は噂によりますと沖縄にはもういないみたいで、うん、あの本土の方で活躍されてると、はい、俺より先に行ってんの本当に。そうなんですよ。噂ですけどね。マジで、うん、噂ですけど鼻つぶれすぎたみたいです。いやいやいや沖縄にはもうファミレスのバイトどうしたんですか。ファミレス関連で行ったかもしれないですね。ああなるほどね。僕なんかも詳しい事情はちょっとわからないんですけど、はい、ちょっとじゃあラジオ聞いてる方にはその10月の18日ですね、P 版レコードさんより発売予定でございます、はい、五役栄翔大膳の中から五役音頭ありがとうございます、聞いていただきましたが、はい、いかがだったでしょうかね、はい、10月に発売ですので、ねまあ、ぜひとも皆さん買っていただいてね、はいはい、先ほどコメントでも買うよっていう、うんね、あもうお待ちしてます。ぜひぜひこれは別に尾崎さんから購入するっていう感じでもいいんですよ、はいはい、あの普通にあのレコードショップとかで買ってもらえればこれって普通にレコード宝レコード店さんだったりとか普通にどうなんだろう。流通経路はね、まあ、まだ今から調整してるかもしれないけど、ね、でもなんかさ、まあ、でも沖縄のツタヤとかで売られたらちょっとテンション上がる。そうですねどうなんだろうね。ツタヤでキンキキッズとかミスチルゴエクエーションみたいなでもそれはほらゴエク先生のね、うん、今までのことを考えればね40年以上やってるもんなもん、はい、温めに温めきてきたそれが今花開いた。嘘つけ40年やってねえな。なんてこと言うのお前は2年ぐらい。そんなことないですよ。ゴエク先生はもう今はあの配信限定で3曲だけ ね、あのリリースしています、うん、で沖縄チュラーサウンズでどの曲も初登場で1位獲得している曲で、金沢英雄節、ヤーグトゥルムンガ、ターガシージャカ、はいはい、3曲はすごい。これずっと1位でしたよね、十何週か1位でしたよ ね、かなりね、はい、そうありがたいことにね。だから満を持してのアルバムという形で、はいはいはい、ブルースもあるぜ、五役栄翔ブルースちょっと聞いたいもんな五役栄翔ブルースいやいいっすね。いやもうだからね、いろんな仕掛けがあるっていうふうに僕は聞いてはいるので、はい、なるほど、はい、それはまあ勝手のお楽しみっていう形でね、いろいろ聞いてもらえれば。いろんな仕掛け、なんか、なんかボワーンみたいな。違う、そんな立体的なものじゃないからさ。爆発するとか。うん、違う、このレコードは聴きから聴けますみたいな、そんなのないからさ。分からんか、こういうの。じゃあ昔、加藤ちゃん、ケンちゃんでこんなのあったんだよ、見てたんだけど。スパイみたいなってこと。そう、このレコード。なお、この音声は自動的に消滅するみたいな。あるさ、はいはいはい。そんなのはないよって言いたかったんだけど、もうあるさからそんなのは内容がもうごちゃごちゃしますから。そうだね、非常にごちゃごちゃ、はい、違う、もうだから俺ってここにずっといるつもりじゃないんだけど。いやいや、尾崎さんにもぜひともね、はいはい、最後までね、嘘でしょ今日はもう嘘でしょ3人でいやいや、うん、俺そうなるのが怖くてギリギリに来たのにさお送りしていきますよ。
はい、よろしくお願いします、はい、先にねメールが来てますの で, そうなんですよ、はい、ぜひ尾崎さんにも聞いていただいて、ね、なんなら尾崎さん宛てに来てるんじゃないかなぐらい。そんなことはないでしょ。これはキンプラ宛てですよ、中田猫さんからいただいております。あ、どうも、皆さんこんばんには、中田猫ですと、今日はバイトでラジオが聞けないのでメールしましたよ。ありがとうございます。最近は忙しくてあんまり寝れてませんよ。大丈夫ですかね。12時間ぐらい寝たいですわ。今週のお笑い劇場楽しみにしていますね。アディオースといただいております。ありがとうございます。そうね、はい、今週お笑い劇場、今週、あ、今週、あ、来週か。はいはい。来週、今週は笑いグスクね。そうか、今週は笑いグスク。笑いグスクですね。あの、また上のメンバー、はい、ハンサムさんとか。うんうん、ご育先生も出られるんですかね。どうなんですか。一応、今日の稽古風景の時には、まあ、お姿見えなかったですけど、ね。ああ。まあ、どうなんでしょうね、そのあたりは。ハンサムさん、触らない、触らない、知念田慎一郎とか、はい。伊沢名護支部とか、ゴリラコーポレーションさんとかがやります。笑いグスクのライブは、明日9月9日土曜日に、場所があっちはわらばですかね、那覇のライブハウスわらばでありますので、はい、まあ、詳しくは FEC のホームページで確認してね、遊びに行ってみてください。尾、はい、崎さんの、あ、か、尾崎さん直接電話してもらってあの、すみません、事務所にお問い合わせいただけましたらあの事務所のスタッフが対応すると思います。あの、僕ではないと思いますので。ちなみに尾崎さんの電話番号は090から始まりまして、はい、っていうことですかね。そう、あの、だから個人情報をダダ漏れする番組ではないからさ、うん、本当に。いや、やっぱ警戒ですね、ツッコミが。じゃあ、なかなか突っ込んでくれる人っていないですからね。じゃあ、2人でやってるんだから、どっちかが突っ込みに回ればいいさ。いやいやいや、もう尾崎さんがいたらもうそんな。違う違う違う。だんならディレクター、ミキサーさんもいるさ。3人がいて、突っ込み不在ってないでしょ。いや、キャンさんは、なんだろう、ほら、僕たち側ですから。はいはい。一緒に、きんぴらごぼうとして、一緒にこうやって。違う違う。金曜日は。じゃあ、ウィズキャンさんとかないから。本当に。35分ってやつ、60分近くあるでしょ。突っ込むな。すいません。なんなら俺ちょキャンさん初めてだからね。あ、初めまして。そうなんですか。すいません、マイク越しで。こんなしゃいでしまって。はしゃいでない。心臓バクバクだよ。昭和のアニメーションみたいな。はしゃいでない。ガチョーンとか出てきそうです。文字で。あのごめん、あのちゃんとタイム、あのなんていうの、あの今日のほら、あの、はい、合成書作ってるでしょ、その通りに進めてもらっていいからさ、はい、いや、ほぼもうあのゲストで、あの尾崎さんとか、はい、尾崎雄一って書いてます、はい、いや絶対嘘だって、ちゃんと考えてるはずだって、はい、もうない、もうないです、もう尾崎さん帰ったらもう、はい、終わりです、今日の放送。いやいや、もう本当に、はい、あの普通に進めてもらって大丈夫なんで。尾崎さんゲーム好きです。ゲーム、あ、でも偏ってるね。あのね、最近事務所、 FEC の事務所がこうあの国際通り沿いにあるじゃないですか、ね、事務所の近くにですね、うん、沖縄ゲームカフェバー、ほう、ゲームバー、はいはい、ゲームかグッドゲームさんっていうところが最近オープンしてまして、うん、で僕もなんかその、 あのメガネロック大家とか、うん、うちの事務所の後輩の芸人、うん、メガネロック大家とかの他の芸人に言われて、うんうん、一緒に最近行ったんですけど、うんうん、あっちがすごいいいところですね。で、まあ、システム自体はなんか中に入ったらそのいわゆるその何ですかテレビゲーム、うん、その任天堂の64とか、あ、また懐かしい、スーパーファミコンとかもありましたし、任天堂キューブとかあの最新のスイッチ、任天堂スイッチもありましたし、っていうその、プレイステーションとかもありました、うんうんうん、テレビゲームももちろんのことながら、うん、ボードゲームと言われるやつ、はいはいはい、あのカードゲームみたいなやつ、はいはいはい、UNO とか、とかなんかそのドイツのカードゲームとか、なんかその、2人プレイ専用のボードゲームとかもあったりしまして、うん、とかの人狼とか聞いたことありますか。人狼ね、はい、そういうカードゲームも、うん、置いてるそういうスペースがありまして、そこの利用がですね、なんかそのゲームはその1時間やり放題、うんうん、でソフトドリンク飲み放題で1時間500円、あ、結構安いですね。結構安いでしょ、うんうん、1時間500円で利用できて、うんうん、でそこでそのプラスアルファでそのオプションが付けられまして、はいはい、性的なやつ、しないだろしないだろ性的なオプションってなんだわ、おかしい。いや、それだったら行きたいな。尾崎さんの顔見てみやる、こんなこと。まあまあね、あの、はい、ちょっと大人向けのゲームができるみたいな。やっちゃった。やっちゃった。乗ってくるんかい。分からんけど、いや、
俺なりにオプションを考えたわけさ、ね、そうでもなんだろうなーって気になるよね。今ちょっと怖い顔してたなと思ったら、ね、あれはなんか面白いボケを考えた。違う違う、なるほどね、違う違う、そういうことか。ボッキーゲームならぬボッキーゲームみたいな。いやそこまでは、まあ、18禁が明確明確にはしないみたいですね。恋愛シミュレーションとか言ってよくわからんけどね。ゲームバーで恋愛シミュレーションやつは面白いっすね。いやいや、でも周りがね、この主人公はこっちの選択肢の方がねフラグ立つんじゃないかとかいろいろあるよね。あでもみんな、あでもそんなのみんなでやったら楽しいかもしれない。あだからみんなでやるから楽しいわけよ。家ゲーム家とかってやっぱり、はいはい、子供の頃とかにその子のなんか友達のお家に行ってみんなでこう集ってあだこうだ言いながらやるゲームが面白かったじゃないですか、ね、うん、で大人になったらやっぱりそういう機会とかもなくなるので、はいはい、そういう場所に行ったらやっぱりそのゲームに、うんうん、同じなんかそのなんだろう、このゲーム好きっていう仲間が集まったりとか、とはまた別でなんか何名かそのね、その僕たちはだから芸人仲間で行ったんですけど、同僚とかで行って、そのテレビゲームもそうですけど、そういう人狼とかカードゲーム、人生ゲームとかをやるスペースを提供してて、で1時間ソフトドリンク込みで使用で500円で、プラス500円で1時間につき500円でアルコールが飲み放題だから、1時間1000円でゲームし放題、ソフトドリンクとアルコールが飲み放題と、はいはい、いいね。でプラスまた500円別でですけど、また500円でその駄菓子も置いてまして、お結構な種類の駄菓子、はいはい、いいね、ゲームと駄菓子ってね、最高なんですよ。だからコーラとポレッツとゲームとかさ、これ夢だよね。おいおい、どこのおじさんだよ。いやいや、じゃ あ子供の時あったさ、そういうのね。そうそうそう、それを楽しめる場所と、なるほどね、ポテチで駄菓子とかうまい棒とか、いいです、ね、豚麺とか食い食べながらもうこれもプレイできる。なるほどね、はあ、だからマックス、1時間1500円で、ゲームしながらソフトドリンクとアルコール飲みながら駄菓子も食べれると、うん、なんならまた中でそのフードとかも別で売ってたりするので、うん、はいはいはい、すごい何なんだろう、第三のじゃないけどいいなんかそういう遊びのスペースあるなと思って、だってめっちゃ楽しかったよ、初めて行った時にそのメガネロック大家と、はいはい、モコモコモトシ、はいはい、このメンバーでめっちゃ楽しかった。そうそう、クズメンバーなんですけど。3名って、はい、その後どんな最初3名でなんかボールゲームとかするの？あ、ボードゲームもありました。なんか、うん、ボードゲームもそうですけど、ワニワニパニックみたいなのもやるわけです。ワニの歯押してってとか、なんか悪いとこしたらガチャってしまうみたいな、うんうんうん、とかもやりましたし、なんかその氷を崩していって3名で崩していって、あんな単純なのとかって、いや今更やってもみたいなって思うじゃないですか、やっぱ死に面白かった。なるほどね。で店員さんがめっちゃ優しい、店員さんがめっちゃ優しい、男子だけがいっぱい来てる。なんかさ、本当に例えばなんか分からないゲームとか、うん、初めてやるみたいな人もいましたら、なんかゲームのセットもしてくれるわけ。めんどくさいでしょ、ゲームは片付けとかセットとかって、片付けもなんかそのままあでいいですよみたいな。あマジでこれ出しっぱなしでも怒られないって場所だな。怒られない、いい場所、夢の国ですよ、夢のような国だよっていう。ここはごえく栄翔さん先生の名言。はいはい、なるほどね、いいところで、でなんかそう店員さんと仲良くなったら、僕たち初めに行った頃はなんかその駄菓子もなんかサービスでいくつかあげますよとか、くれます、ありがとうございます、うん、しゃくれてんかったね。あ、行きましょう。だいたいなんか悪いイメージだなそれ。なんで、なんかこうそんな感じするじゃない。誰しもあげましょう。あげましょう。しゃくれてんかったわ。とかなんか店員さんとも仲良くなったら一緒にゲーム人狼とかして。そうなんだ、ね。楽しいですね。店員さんもゲームやるんだ。店員さんもゲームやるし、店員さんのね、女性の方とかもいるんですけど、はいはい、女性の店員さんはめっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。大事なことだからまた2回言ってる。びっくりして、うん、なんかアイドルとかしてる子たちなのかなってぐらい可愛い。でもね、意外とそんな店員さんがね、うん、めっちゃ格闘ゲームでね強かったりとかね。あ、だからそうなんですよ。あ、そうなの？とかだからその仲良くなったら一緒にこの人そのカードゲーム一緒に人狼とかもやるわけだから。おすげえと思って、俺はその時やらなかったんですけど、僕ほら激烈人見知りじゃないですか。できなくて他の人たちがやってるの見て、はいはいはい、あこんなのもしてくれるんだと思って、もしくはもうそれまでもゲームみたいなところもあるかもしれない。その可愛い店員さんとどうやったら一緒にゲームができるか、なるほどね、一緒に攻略が始まってるとね、はい、すごい。いやそんなのないだろ。そんな矢印マークみたいなのつけてなかった、ついてんかったわ、ついてんかった、体の周りとかに、ついてんかった、 A ボタン押してくださいみたいな表示もなかったから、ここにカーソルウィンドウがあれってカーソル選ぶじゃなかった、カラス調べるみたいな、ない、やり込んでますよ。
イバラは一般的に RPG の話だよね。だよね、知らないよ。RPG の話だよね、知らないですか。でも多分ゲームそうだ、ゲームバーに RPG はないのかな、さすがに。RPG もありますから。ドラゴンマジで。だから一人でやり込むようなやつもありますし。あ、そんなのもあるんだ。だからで時間もですけど、まあ、週末だけかな、わからない。5時とかまで、夜の5時とかまで開けるから、お仕事帰りとかに行ってもいいし、この花金なんかとかは。うん、なんかその夜、その週末土曜日とかはそのなんかそのゲームに特化したイベントもやって、うん、なんかスマッシュブラザーズだけなんかそういう大会があるとか、はいはいはい、人狼の大会だから、俺人狼の大会がね、今度の9月のね30日土曜日にあるらしいから、はいはい、あ、行くの、行こうかな。だってさ、やってる人たちはこう、まあ、人狼なやり慣れてるかもしれない、はいはいはい、人狼ってなんかそのあるでしょ、その お話をしながらちょっと嘘ついて、俺もルール詳しく知らないですけど、はいはい、ちょっと騙し合いみたいなね、でやってなんか最終的になんかそういう人狼チームが勝つのか、なんかそのじゃないチームが勝つのかみたいな話で、はい、もういや芸人なんつったら尾崎さんもそうだけど、そうですね、さらっと入れないで、さらっとなんでお前も込みだよにしたの、いきなり今芸名おざおざおざきでしたよ、いやいや、違う、のぶのぶに習ってるから今、それのぶのぶとモコモコの流れだからさ、違うから、一味じゃないですか、違う違う違うモコモコ一味じゃない、違う違う違う、そんな分類はしなくていいから、うん、種族モコモコみたいなのないからじゃないですね、ないないない、やっぱり話がね、僕たちはこう職業ですから、なりわいとしますね、そうだね、負けるわけにいかないでしょ、確かに、だからちょっと腹立ったわけですよ、はいはい、女性のね、はいはい、の店員さんがこう、はい、うまいこと回してるわけですよ、一、はい、人なんか監視、管理役、はいはいはい、みたいな人いるんですけど、はい、こう饒舌に話すわけですよ、うん、うわちょっと悔しいなみたいなどっかいや、はいはい、相手は完全にこっち側にベクトルは向いてないんですけど、はいはい、俺だけど完全に一方通行な感情で、はい、うわすげえうまいやし喋り、うん、なんか腹立つなと思って、ここから俺は9月30日、はい、この芸人ということを隠して、うん、元氏連れて元氏と大家連れて、元氏はと大家は基本セットなの、あ、クズめ、ここクズめ、いやいやクズではないと思うけど、いやクズ、相当なクズです、いやいやいや、本人たちの名誉のために、まあ、クズではないと思うけど、クズではない、優しい子たちでしょう、ね、うん、心が優しい子たち、尾崎さんも余命でじゃん、いやいやいや、もうあの人狼やったことがないんだよね、あ、俺も僕もないから全然わからなくて、それでも勝てそうじゃないですか。最近僕はもうもっぱらあの信長山の実況、ね、動画を見てるので、はい、全然そういうところに行かない。しかも実況動画なんですね。いやだからね、やるわけではなく、人がやって、ああ回線うまいなとかね、そうか、そういうところで戦略立ちていくのかと、こうなるわけです。ああなるほどなと、まずはこっちと同盟組むんだなとかね。そんな方やってると自分もこうやったような気分になってくるっていう、ね。悲しい楽しみ方ですね。あ、じゃあ意外とでも戦略ゲームの実況動画って上がってるって、信長野望とか戦国志とか、はいはい、マニアックのところで言ったらハートバヤンとかいろいろとそういう、はいはいはい、マニアックだな本当に、あのセックだからそういうの見るのが楽しくて、ああなるほどなって、こうやって困難に打ち勝ってくんだなっていうのが、それは違うと思いますけどかと思えば、はい、こうストリートファイターとか見てね、はいはいはい、わあ間違える強えなとかそんな感じで見るわけですよ。いや分からん分からん、世代じゃないですから、ストリートファイターは多分5まで出てるはずなんで、はいはい、アクションは全然自分苦手だけど人の見てるのは楽しい、情報量すごいっす。あれはやったりしないですか、それこそスマブラとか。ああだからスマブラやったことないんだよね。そうスマブラの、マッド動画とか見たりしてるけど、オープニングはいろんなキャラに改造されたやつとか、そういう楽しみ方、あとそれもやから実況動画とか見たりしてる。あ、いい実況動画見すぎやろ。いやいやだからこうね、ものによってはこうおってなってこうついつい続きが気になるやつとかあるから、そう確かにスマブラのこの世界大会とか の、うん、あの外国人が実況してる動画とか見たことあります。あ、まあ、外国人はないな。面白いの、なんかこうやっぱこうすごいコンボみたいなのやったら、はい、オーマイガーオーマイガーって実況の人がこいつオーマイガーしか言わないやつ、人すら興奮しちゃってんだ、あー、クレイジーみたいなずっとでもそういうのもやっぱ楽しいわけさ、こう感情が入ってね、はいはい、こう今まで冷静だったから急にこうカチッてスイッチが入ってたりとかさ、そうだからそんなのを見たりはするけどね。まあ、でもゲームは楽しそうだね、そういうのは、うん、ちゃんと本筋に戻してくれすごいな。いやいや一応時計も見ながらね、今タイムテーブルどうなってるのかなって思って、はい、いやタイムテーブルは全然フリーでございます大丈夫です、はいはい、ということでじゃあそのゲームバーね、はい、皆さんぜひ時間がありましたら行ってみてください。曲いきますか。曲いきましょう。はい、はい、じゃあゴエク先生の曲、ああまた、じゃあ続いてのおすすめとか流してもらってもいいですか。はい、やはりこう、はい、
気になるね、うん、リミックスをね、はい、確かにリミックス、ね、グランリミックスってのはどういうことなのかなっていうのを、はい、ちょっと僕も気になるので、まあ、そうですね、はい、聞いたことある人もない人もまずそうそう、まあ、あの金沢英勝節の金沢英勝節はあるんだけど、はいはい、まあ、そのアルバムならではのリミックス版がもしかけていただけるのであれば、知ってる人はあこんな感じになったんだと、で、まあ、あの本曲を知らない人はそれを聞いてもともとはこんな感じだったっていうのをまた改めて聞きたい、ね、アルバム両方入ってるからね、感じに仕上がっているということですので、はい、じゃあそれでは聞いていただきましょう。大丈夫ですか？あ、13番ですね、トラックが13番になっております。はい、はい、大丈夫ですか？はい、じゃあそれでは聞いていただきましょう。五役栄翔で金沢栄翔節、くがにリミックスです、どうぞ。あー、なるほど、はい、あ、面白い、だいぶ雰囲気が違う、はい、はあ、これね、僕ちょっと聞かさせていただいたんですけど、あ、そうなん、今からがすごいです、今からこっちからがね、うん、はい、あ、そうだ、この辺はね、ちゃんと原曲のね、はいはいはい、雰囲気が残ってて、ほんとでも軽快ですね。いや、だからね、これもいろいろと工夫されたんだろうなとね、こうアレンジの人とかね、まあ、あとうちのね、あのレベルのね、レベル担当プロデューサーのリーガさんとかね、小鳥がさえずってるじゃないですか、チュン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 と、だから非常に非常にいろんなリミックスが、おおはい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 、そう、これがツイキャスだけ見てる人は何のことか分かんないけど、リアクションで判断してほしい。これエピカとかで流してほしい。クラブでや、うん、その雰囲気にいときたい。なるほど、みんながこうナンパとかしてる中でずっとこのちょ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 めってずっとねなってるのを見たいっすね。やりたい、見たいっすね。使ってください、これも、あの来週大阪で使いたいです。キャンさんはそうなんですよ、あのこうなんだろう、 DJ も DJ をやられていて、なるほど、プロレスとか、はい、とかもうクラブとかでやることもあるんですよね。クラブはまだそんなにないんですけど、あの、まあ、バーのパーティーとか、はいはいはい、なんかパーティーで呼ばれたところでやったりとか、はいはい、ぜひ、はい、アルバムをたくさん買っていただければじゃないかなと思いますけどね。はい、いっぱい、まあ、アルバムならではだよね。うん、あ、確かにそうですね、これはいいですね。いや、いいですね。いや、今ほらこのうちのレーベルのそのパッチノイズですか、はい、はその配信限定だけで音楽出してきたじゃないですか。まあ基本ね、そう、はい、まああの望みは成功してきた。うわ、いいなこれ、これいいっすね、全力でふざけてますね。いやいやいや、一生懸命バカなことやってるんだからね。そう、やっぱ僕先生のね本筋があってからの話だからね。いいじゃないですかね。あの五役先生のレコーディング時間めっちゃ長いですよね。いやいや、だからそれはほらやっぱこう妥協を許さないこだわりがね、先生やっぱあるから、はい、ご自分で歌われて聴いて、はい、もう一回やろうなるわけだから、OK って出されてもやっぱり五役先生はいや、まだだみたいな、なることもっといけるんじゃないか、はい、ね、多分なるんだろうね。ストイックなんだね。それがこう場合によってはこう深夜まで泳ぐこともある、ね、そうですよね。なんか誰もいないこう事務所でたまに五役先生がいらっしゃって、あのエンドレスでずっと歌の練習してるじゃないですか。やっぱそれは誰よりもね、やっぱりストイックな欠かさないっていうね、はい、あ、こんな感じですね。あ、わかりましたね、今隠れトラックですかね、まだ1分ぐらい残ってます。あ、じゃあそうですね、隠れがあると思いますけど、なるほど、はい、この隠れどうするかもお任せしましょうね。はい、はい、多分このままだとあの多分ちょっと変な空白ができる可能性があるので、そうですね、声も、はい、警報なりそうなので、じゃあ、はい、あります。そうですね、はい、はい、じゃないとね、合ってるのかな、戻ってるかい、声大丈夫かな。あ、お日様ラジオ、お日様ラジオ、音でキンピラでいいの、きんぴらごぼうのきんきんぴらぴらお星さまラジオ。FM ギノワン FEC チューンド金曜日きんぴらごぼうのきんきんぴらぴらお星さまラジオ生放送でお送りしておりますが、はい、今日はゲストにね FEC オフィスマネージャーパートタイマーの尾崎裕一さんに来ていただいておりますが、ありがとうございます、ね、ます今のジングルは変えていいんじゃないかな。いやもう、はい、なんなら3つとも尾崎さんで撮ろうかなと思って。いやいやいや、違うもうほらだんだんね新しい世代も入ってきてるわけだし、はいはいはい、そうそうそう、もうだから場合によってはね新しいマネージャーも入ってるわけだからね、はい、そういう人に協力を得ていいんじゃないかなっていう。でも僕なんかは面白さを求めたいんですよ。いや、はい、違う、イコール俺なのか。いやこうそれはどうなんだ、尾崎裕一という、こう一芸人のねやっぱりこのチャット、やっぱりその
の声を取りたいんで、ね、ってそもそも芸人ではないしなんでそんなにフルネームを連呼するのかっていう話さ。さっきから俺フルネームでずっと言われてるよ、ね、尾崎雄一さんですね、本当に本当なるべく裏に裏にいたいところなのに、今日もがっつりもうもうだってあともう50分だよそろそろ、そうですね、もうエンディングが見えてる時間だよこれ。なんか尾崎さんも尾崎さんでラジオとかやった方がいい、やらないってなんか小沢ラジやった方がいい、いやいや違う違う、なんかそんなそんなんでいけそうだなみたいな気軽に言うけどさ、まあ、あのもう僕あの喋るのも本当に高校の時に放送部でも十分なんで、いや放送もやられてるからやっぱりこうね流暢な言い回しだったりとか、なんか尾崎雄一の今夜も尾崎雄一みたいな、どうすか、あの本当にあのそういうなんだろうな、こう深夜にしっとりみたいな感じにいらないんで、今週も尾崎雄一ですけれどもみたいな、一応でも放送の時にはあの70年代80年代の音楽を中心に流す松任谷由実ですね、1曲目はアリスのチャンピオンでしたね、津上影そしたら職員室だけドカーンって打てたみたいな、はい、いそうでしょ生徒はごく一部のやつだけがよくやってくれたってやってくれたっていないでしょだってお酒じゃあリクエストがあったんだもんだっていねえいねえだって同級生で高校生の頃で、うん、とかですよね、そうそう、でもほら一応僕男子校だったからさ多少偏りがあるから、はいはい、まあ、そんなのでもね喜んでくれるやつが、まあ、リクエストもあったしいるかなと思ったら、まあ、やっぱごく一部のやつにしか受けなかったなんでチャンピオンって、いいさね、いやいい曲ですけど、うん、尾崎さんにコメントも来てますはい、はい、エンディングでちょっとバック曲流していってもらってもいいですか、はい、はい、ありがとうございます。尾崎さんにコメントいっぱい来てますよ。いっぱいいるんですか、はい、僕一切見てないですけどね今ね端っこにいるからね、はい、マーヤさんから、はい、尾崎さんのツッコミ力半端ない、いやいややっぱりあの、はい、ただ解説というかね喋ってるだけで別にツッコミというわけではなくてこれもうやっぱただできるっていうのが、ね、違う違うですよね、なんなら僕の中ではただの訂正なのでツッコミではない無意識にやってるではないんですけど、ひろきさんからコメント来ております、はいはい、ありがとうございます。尾崎さんは今この支配からの卒業を望んでいると思います、うん、それ豊かですね言うまで合ってますけどね豊かなんでね、うん、唯一でした。そうですね。なんなら最近息子さんの曲聞いてあいいなってちょっと思ったんですけどね。なんか似てるみたいですね声もなんか。なんかあのエウカセブンのねあっていうアニメのね、はい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 、今度また新しいものの主題歌になるってことで。あれってまだ続いてるんですか。うん、なんかまた今度あの劇場版なのかな一部二部三部作とかでやるみたいですけど。それで聞いておいいなってちょっと思ってしまったんですけどね。はい。マーヤさんから追加でコメント、はいはい、あ、おざらじ聞いてみたいわいやいや、やらないですよ やりたい、聞いてみたいって言われてもやっぱりね、はい、世界は求めてるんですねいやいや、違う違う違うあの、すごく風呂敷広げてるけど本当にそんなことはないので世界は尾崎を求めてる、はい、なんならこれ映画とかで世界は尾崎を求めてるなんか今そういうタイトルって流行るじゃないですか。そうだね。いや雰囲気は分かるけどさ。打ち上げ花火上から見るか下から見るかみたいな。うん、小から見るか。小から。座標軸に俺はないです。小座っていう場所座標はないので。いや楽しいですね。いや本当に今日はゲスト来ていただいてありがとうございました。あので本当は俺告知欲しかったんだけど ね。こんなのとかね。ああそう、はい、告知もしましょうか。はい、そうですね。はい、まあ劇場とかいろいろあるしね。劇場もあるんですけれども、はい、またこれは来週再来週になりますね。はい、3連休が9月16、17、18日とありますが、はい、9月の18日月曜日祝祭日なんですけれども、はい、浦添市手だこホールにて、はい、手だこ演劇祭ということで。ありまして、沖縄にありますチームスポットジャンブルさんと、劇団尾瀬さんの、舞台とのこの、 あの連日で、僕たちは18日月曜日に、基地お笑い米軍基地ベストコレクションということで、うん、舞台やらさせていただきます、はい、時間が14時会場、15時開演ということになっております、はい、浦添市手だこホール大ホールになっております、全席自由席で、チケット前売り2500円、当日が3000円となっております。こちら予約等はその FEC オフィスの方に。そうだね、まあ、でも今チケットプレイガイドで発売してますので、まだお席ちょっと大丈夫のようなんで、ぜひぜひ、はい、ファミリーマートだったりローソンだったり E プラスもあります、うん、はい、まあ、詳しく情報を聞きたい方は FEC オフィスまでご連絡ください、うん、電話番号が 098…、うん、え違うか、
いいよ、いい、オフィスの番号は 098-869-9505 ですね。はい、はい、よろしくお願いします。平日の10時から19時が業務時間となっておりますので、その間にぜひよろしくお願いします。マネージャーのやつですね、これ。はい、そういえば、今日、尾崎さんに、なんか、社長から、はい、なんか今日ラジオ出るっていうことで、連絡があったみたいで。はいはい、そうなんですよね。友治さん、山下友治から連絡がありまして、はい、なんか尾崎さんに伝言伝えてくれと、はい、いうことで、はい、尾崎へと、はい、ラジオに出演するということを聞きましたと、業務時間外での活動お疲れ様ですと、はい、浮かれ気分でのラジオおしゃべりもいいのですが、ただ本来やるべきマネージャー業、事務所仕事がなされておりません。優先順位とまだ売れない芸人たちの心情を考えての行動よろしくお願いいたしますと来ておりましたので、はい、うまく受け止めたいと思います。まあまあまあ、話をあれしますと、今日尾崎さんが来るということで、事務所の方で友治さんに尾崎さんをゲストに引っ張ってもらって喋ってもらってこれを言うっていうね、うん、ことをやりたいということになりまして、うん、ってのメッセージですので、うん、はい、別に深い意味はないと思う。深い意味はないんです。いや、深い意味もあると思うんですけど、あると思うんですけど、ガチじゃないかっていうね。はい、すいませんでした。社長申し訳ございません。週末もお仕事頑張りますのでよろしくお願いします。30秒前ですけど、もしオタクキャラクター風でのタレント業を考えているなら、マネージャーからタレント雇用として契約する流れも考えていますので、連絡くださいと。社長、もう路線がオタクって決まってるんですかね。ということで、キンピラゴボのキンキンピラピラ、星様ラジオでした。来週も聞いてくれなきゃ、キンキンピラピラ、星に変わって、尾崎さんもせーの、お仕置きよ。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ツイキャスがもう少しあります。そうですね、はい、いや、ね、俺もこんなことしてる場合じゃないだからここには長いなっていうのもあったのに最後まで出ちゃったからお前分かってるんだろうなっていうのはもう絶対社長に。いや、これいや、これはもともと笑って言ってますね、はい、皆さん分かりますか、僕の今声の色がちょっと、ね、はい、そうなんじゃないか、やることはちゃんとやってからじゃないとね。これネタバラシ別にしない予定だったんですけど、もう尾崎さんが急にシュンとしてなっちゃったんで顔が青ざめくなっちゃう。で、だからね、まあでもまさかの、いや、でも今日めっちゃ盛り上がりましたよ。いや、ツイキャスもたくさんコメントがありまして、本当にこれ出て大丈夫だったの。いや、だってほらコメントも「おざらし聞いてみたいわ」とか尾崎さんへのコメントほら、ひろきさんからもコメントありまして、めちゃくちゃ面白かったです。おお、やった。うん、はい、はい、これでまた、マネージャー、他のマネージャーにも結局出たんじゃないですか絶対金が貸されるし、ね、あ、マーヤさんから、尾、はい、崎さん楽しかったですよと、皆さんお疲れ様でした。そういただけるのはね、本当にありがたいですね。スプリームさんから、尾崎さんはちょっと存じ上げてないけど、松田オイルさん的な危険な香りがプンプンするみたいな。松ケン型ではあるんだね、じゃあ。松ケン型みたいかもしれない。松ケン型っていうのは今ちょっと、肩枠にすな。自分を。もうそうですね、もう本当に大丈夫ですよ、皆さん、これ、きんぴらの番組なんですね。いやー、これはね、アーカイブにも残りますので、非常にいい思いで、また出た、ドラえもんテイストの、その世代のやつ、でも確かにね、大山信代世代で、残っちゃうかーい、ちょっと今流行りの今井議員にも似てます、ね、違うだろう本当に。本当にそんなにだから俺いじらなくていいんですよっていう。いや、でもこんな会話もうそうですね、やらなきゃ。いや、もう寂しいですね。寂しいですよ。再来年しかいないという。そうですね、再来年じゃないから、まあ最初に聞きそびれて入って行っちゃってもいないから、はい、そうですね。いや、もうでも新しいマネージャーさんも入ってね、はい、まあまあそうですけど、FEC の事務所の雰囲気っていうのもまたより一層パワーアップしてると思うので、変わっていくと思います。キープラもそれに向かって頑張っていただければなというふうに、はい、電話とかしていいですか、尾崎さん。ああ、そうです、ね。ワンギワンギリスムコーナーを作ろうかなと思います。ワンギリスムで掛け直してもらいます。これは何ですか、ヒロキさんも同じようなパターンになっていくってことですか。ああ、そうです、ヒロキさんだったりケイちゃんさんみたいな、ね、じゃあケイちゃんも表に出てくればいいじゃないの。今月の尾崎みたいな。じゃあやりますので今名古屋市南区にいます。これから地下鉄サブロ通り線乗って今一度に向かいます。そんな感じ。そうです、いいありがとうございます。
ということで、ツイキャス配信もあと10秒で終わります。すいません、なんか本当に。皆さんありがとうございました。尾崎さんもありがとうございました。ありがとうございました。また来週の放送お待ちください。